よし、兄ちゃんを見送ったとこで俺たちがビシバシドカッとアイジンを倒しちゃうぜ。わあ、ソニー、僕すごいことに気づいちゃった。すごいこと？アイジン、いなくなってるよね。え？ほんとだ、この状況マジガチヤババじゃねえ。知らないうちに倒しちゃった説あるかな。もしかしたらって、ないない、ここは真面目にやろうぜ、ヒーローらしく。はい、真面目にやりまーす。って、あそこにいるじゃん。な、ほんとだ、なんかめちゃくちゃ悲しんでんな。石に足ぶつけたっぽい。アイジンもドジっ子なとこあるんだね。笑ってる場合じゃねえ、今がチャンスだ。行くぜ、ベスティアゴーゴー。僕はヒーロー、ヒーローみたいになりたい、ただの学生だぜ。おい、ケイト、ヒーローのことは普通の人には秘密なんだぜ。まあ、そうだった、ごめんごめん。アイジンのこととか言っちゃダメなんだっけ。な、ちょ、バカなあ。いや、その、あ、偉人ってこと。みんな人生で一度は偉人になりたいもんだろな。どうしたの、何か困りごと？お、なんだあの可愛いワンコ、うちの実家の子じゃないぞ。本当だ、お姉さんに懐いているみたいだね。それがいいと思うよ。だな。お姉さん、よかったね。